リニア開業後の新幹線の停車本数がどのくらい増えるのか、国が取りまとめる方針を示したことに対し、川勝知事は名古屋、大阪2つの開業後の状況を調査するべきと注文をつけました。総理が自ら言われたわけですね。ですから私はもう総理が本当にこれはコミットされているんだと思いますので、2027年でどれぐらいペイができるのかというそのシミュレーションをですね、まずやるべきだと。川勝知事がこう述べたのは、今月4日に岸田総理が示したこの調査について。リニア開業後の東海道新幹線における静岡県内の駅等の停車頻度の増加について、本年夏をめどに一定の取りまとめを行い、関係者に丁寧な説明を行っていきたいと思います。リニア新幹線の静岡工区については、大井川の水問題と南アルプスの環境に関する議論が続いていて、着工の見通しが立っていません。品川名古屋間の2027年開業が厳しい状況が続きますが、 JR 東海はリニア開業後の東海道新幹線の具体的な増便数を示しておらず、開業による効果を県民がイメージしづらい状況が続いています。リニア開業後の新幹線の本数について、3年前第一 TV の取材に対し、 JR 東海の宇野副社長は、静岡とか浜松っていう、主要な駅、こういったところに対するサービスの提供、停車する列車本数、こういったものも当然増えていくことになりますので。一方で具体的な本数については、具体的なその本数とかっていうと、まだ少し先の、そうですね、そこはもう少し先の段階でということになりますけれども。こちらは今日の静岡駅と名古屋駅の新幹線上りの運行状況です。青がこだま、赤が光、緑がのぞみです。静岡駅は朝と夜以外のほとんどで光は1時間に1本、一方名古屋駅では光は1時間にほぼ2本、さらにのぞみは1時間で最大7本が停車します。リニア開業後はのぞみ利用者の減少が予想されることから、どれだけ光とこだまを増やすことができるか、国が試算を示すことで県民に対しメリットをアピールする狙いがあるとみられています。このメリットについて新幹線の利用者は、1時間にもう1本ずつぐらい光とこだま、増えれば、もうちょっと楽になるかなとは思います。止まらないって聞いてるので、あんまりメリット感じないですね。どうしても待つことが多いので、あると嬉しいかなって思います。静岡市の田辺市長は昨日、光の停車本数が増えれば大変メリットがあると歓迎する意向を示しました。リニア問題の議論が長期化する中、国が主体的な動きを見せた今回の調査、川勝知事は大変ありがたいと理解を示した上で、品川名古屋間と2037年開業予定の品川大阪間、2つの開業後の調査が必要との考えを示し、来週中にも岸田総理に対し具体的な調査内容を示すよう要請文を送ることを明らかにしました。